1570年のシュパイアー条約は第5回シュパイアー帝国議会において2つに分裂していたハンガリー王国を統合した講和条約。当時ハンガリー西部は王領ハンガリーとしてハプスブルク家のマクシミリアン2世が支配しており、東部にはヤーノシュ2世が支配する東ハンガリー王国があった。ヤーノシュ2世がハンガリー王位を放棄し、 マクシミリアン2世の王位を承認するのに対し、マクシミリアン2世は、ヤーヌシュ2世をトランシルバニア公として承認し、その領土の存続を認めた。ヤーヌシュ2世の領土正式には、ヤーヌシュ2世は、トランシルバニア及び、ハンガリー王国の一部の君主を名乗ることになった。一般には、トランシルバニア公国は、ハンガリー王国に従属する地位であると認識された。 しかし1571年に、ヤーの主二世が死去した後、ハプスブルク家が支援する候補を退けて、行為を継いだバートリー・シュトバーンの下で、トランシルバニア公国は改めて、ハプスブルク家とのつながりを断ち、オスマン帝国を創始とする道を選んだ。ありがとうございます。